ビの画面ではね。バックアタックです。日本三橋ブロック。10番のランスランコ、杉本バックアタックですね。はい、クイック A、 クイック WA で切っといて、そしてバックレフトにいた杉本のバックアタック、今よく決まりましたね。はい、今度は10番のランクランコです。一時は7対3とリードした日本ですが、イタリアがその後2点を挙げまして差は2点差に詰まっています。古川、そして杉本、ギリギリ1回ですが、わずかにアウトになりました。ね、イタリアのコートに汗が飛びます。もう一度その真上からのカメラで映しております。こちらがイタリアのプランディ監督。コーチが盛んに何かのプランディ監督に受信してますがね。はい、プランディ監督ってなかなかね、キリッとしたいい顔してますよね。はい、さあ、と見られました日本。これでイタリア7対7同点です。第3セット同点に並ばれたところで、日本の中野監督作戦タイムです。会場のロングビーチアリーナの眼前に豪華客船クイーンメリー号が浮かんでいます。現在はホテル、そして船内一周の観光ツアーの名所にもなっておりますクイーンメリー号です。その風光明媚なロングビーチで行われておりますロサンゼルスオリンピックのバレーボール、日本は予選リーグ第2戦イタリアとの試合を迎えていますが、第2セットを取られました。第3セット前半は7対3とリードしていましたが、ついに7対7同点に追いつかれました。中野監督、今あれですね、古川の肩をポンと叩きながらね、はい、大丈夫だと、これからなんとか逆転するんだという、その励まし方をしてますよね、あそこで。はい、日本杉本ブロック、イタリアデルイギです。この辺でやっぱり杉本がちょっと捕まってますしね、ブロックを逃げてるところがありますからね、やっぱり岩田あたりをここで途中で持ってつなげた方がいいかもしれませんね。はい、ベンチに、ベンチに岩田がもう今来てますね。はい、ついにイタリアが逆転しました。8対7と1点リード。第3セット、1点差ですから、もう1点取られたら杉本のところを変えると。田中美希康、はい、取られないでうまく展開したらこのままでいっちゃうと、はい、まあ、いうことですね。ここはサーブ権を奪い返しました。日本逆に1点差を追います。レバウデンゴ、そして1番のネグリ、29歳193センチ、イタリアチームの中では最年少のネグリです。サーバーはレバウデンゴ、古川、そしてコンビ攻撃三橋です。拾えません。10番のランクランコ、その三橋がサーブでイタリアを攻めつけます。速攻、8番のデルイギ、なかなかイタリアも多彩なコンビ攻撃を見せます。やっぱりね、イタリアのそのイタリアリーグっていうのが大変なね、毎試合も1万人以上の観客を集めてやる試合をね、3ヶ月4ヶ月やっぱり国内でやってますがね、はい、まあ、そういうお国柄になったっていうことがこうやって見ても分かりますね。バレーボールがやっぱりただ強いだけじゃなくてね、面白いバレーやりますよイタリアはね、はい、見てて面白いバレーやるということはイタリアのバレーの特徴ですね。なかなか内容のあるバレーボールですね、そうですね。出る、取れる、拾っています。そう、飛ぶ、これは打てません。イタリアサーブ権を2人奪い返しました。8対7、イタリアが1点リードしています。第3セット、2セットを取られている日本、なんとか逆転したい日本です。かわいい、
田中美希也、イタリアライトから押し込んだ日本、狙っているイタリア、ベルトリ、カレーとスパイクが決まりました。角度があります。この辺はね、慣れてますね。今のはもう思い切って打ったらブロックかかるところですけども、スピード落として取れてきましたね。はい、飛ぶ、はい、これもよかった。同じように飛ぶがうまく取れて打ったですね。逃げた、8対7から得点が動きません。サイドアウトが続きます。早く同点に追いつきたい日本です。ベルトリ、フェイント気味押し込みました。移動攻撃からフェイント気味、ポトリと落としました。再びサイドアウト。膠着状態になりました。第3セット、8対7、イタリアが1点リード。速攻、三橋。三橋の速攻。真上のカメラからもう一度ご覧いただきましょう。早い攻撃です ね、 そうですね。さあチャンスだ。はい、チャートパスが流れた。古川、もう一回杉本、ワンタッチはありません。バイクミスでサイドアウトです。ちょっと杉本がやっぱりね、あのブロック怖がってますよね。はい、この選手は日によってその好不調の波が割と激しいんですが、ここはなんとか頑張ってもらいたいですね。そうですね、なんとってあの杉本のいつものね、あの爽やかなね、はい、スマイルがやっぱり出て早くもらいたいですね。そうですね、サブ、古川、そして杉本、拾っているイタリア、速攻、ベルイギです。8番のベルイギ、いわゆる本当に、ね、すごいスパイク打ったわけじゃないんだけども、その慣れてますよね、ゲーム慣れっていうのはね。9対7、イタリア2点差。うーんと、めぐりです。10対7、ここで日本メンバーを変えます。センターの古川に変えまして、再び御嶽をコートに入れます。そうですね。3点差ですからね、当然ですね、ここは。日本苦しくなってきました。このイタリア戦を落とすようなことになりますと、残る第3戦がエジプト、そして最終第4戦がカナダと、日本にとっては準決勝進出、この今日の試合を落としますと大変苦しくなってきます。6番のレバウデンゴ、得点は10対7、第3セット、セットカウント2対0とイタリアがリード。最近はね、イタリアがあのこんなに強いのかっていう声もよく聞かれるんだけども、本当に男子バレーは最近もうね、ブラジル、アルゼンチン、カナダ、アメリカ、さらにはこのイタリア、あるいはフィンランドとね、はい、もう今まであのソ連を中心にした社会主義国家だけがなんかバレーボールは強い国だっていうふうに言われてたのが、もう本当に世界が変わりましたね。全くこのイタリアチームなんかはもう世界の最高峰のやっぱチームになってきてますもんね。そうですね。さあこの辺で一発もらいたいですね、ここ。はい、引っ掛けた、ブーロン、そう、さあイタリアチャンスです。レバウデンゴからもう一回ブーロン、フェイント、狙った日本、杉本、ストレートスパイクは入りました、決まりました、はい、杉本のスパイクが決まりました。もう日本必死でやってますよ今、選手たちね、はい、もうこの飛び込み方なんかそうだしね、普段だったらもうちょっと楽な感じで行くんですけれども、ね、やっぱりもう3セット1セット取られて2セット取られて3セット目が10対8ということでね、もう必死ですね全日本ね、はい、今イタリアのスパイクアウト、日本連続ポイント9対10、9対10になりました。さあこの一生懸命さ、もう必死さがね、この全日本の必死さがここで何とかゲームの展開の風を変えてもらいたいですね。はい、ね、やっぱりね、一生懸命やれば何とか引っかかって変わってきますからね。必死になって追い上げます日本、御嶽、そして押し込んだ、12番の河合、よかった、今の打たなくてよかった、打ったらシャッター打ったんですけどね、はい、河合がうまく押し込んだ。もう一回見てみましょう、ブロックほら正面来てる、そうですね、よかったですね、今の押し込んで。イタリアはブーロ、得点は10対9、イタリアが1点リード、1点差を追います日本、河合、
ここでイタリアメンバーを変えます。ダンクランコに変えまして12番のルチエッタをコートに入れます。そうですね、194センチとダンクランコよりも身長の高い選手、ね、ここはブロックをなんとか、でしょう、はい、だけどおかしいと思いますよ僕は ね、 そうですね。だって ダンフランコが一番日本の対して日本に対してブロックが強い選手でしょ。そうなんですよね。ただ大きいっていうだけで12番変えるっていうのは ね、はい、ねここに落とし穴があるかもしれませんよ、はい、日本はつけ込めるかもしれませんね、ここら辺が。そうですね、そうそうそう、はい、この12番で助かるかもしれない、はい、飛ぶそう、決まった、アウト、アウト、アウト、そうそう、それでしょう。このねランフランコも出さないでもらいたい、はい、ランフランコ出なくていいです、ね、ランフランコを引っ込めましたイタリア。これはねいい選手でくれたでしょう。この12番さあ10対10同点に追いつきました、はい、フェイクを見せます。代わって入った12番のルシエッタ、これねやっぱり日本の選手にとってみたらねランフランコの顔見て嫌になりますよね今だったら ね、 そ、 うですね、まあ、その選手がいなくなったんだからね、はい、チャンスですね。ここは、はい、飛ぶ、はい、決まり、ブロックはアウトです。ワンタッチしてますよ12番のルチェッタ・アンドレ、はい、この選手のブロックに当てればね、はい、外に出てますね今、はい、失敗、スパイクもアウトです、ね、ランフランコに変わったルチェッタが失敗ですからね、はい、日本逆転、はい、11対10、中野監督です。さあ日本逆転、取った、よし、よくつないでいます。河合がラストボールを返しました。レバウデンゴ、そしてベルトリ、スパイクはあった、ワンタッチありました、ね、ワンタッチありましたね。よく拾いました日本のレシーブ陣、はい、しかし最後ベルトリのスパイクワンタッチがありました。イタリアサーブ点を奪いました。得点は11対10、日本が1点リードしています。三橋、今度は飛ぶ、送った、送った、思い切ったですね、飛ぶが、あ、御嶽がもう必死の形相で引き待ってますね、はい、この御嶽のムードが逆転を生んでるんですよね、このセットね、はい、それからに代わって御嶽、はい、サーブ、サービスエース、はい、飛ぶのサービスエース、12対10、ここでイタリアは9番のブーロに変えまして11番のベッキをコートに入れました。サーブレシーブが乱れています。ネグリ、はい、決まった、ブロックポイント、やっぱりさっきの、ね、ランフランクを下げたあの辺からガラッと変わりましたね、はい、これでね、ご覧いただきましょう、はい、これですよね、このブロックで決めた、はい、2枚のブロック、はい、こちら側の三橋、これね東谷さんね、はい、イタリアの監督にしてみればね1セット取ったよ、2セットも取ったの、このセット少しぐらい取られた、このセット取られたってね4セット目で勝負つけられるよっていうね、これはまあ簡単に言えば余裕っていうのはあると思うんですけど、気持ちの中に、はい、それがランフランクを下げといて逆転されてながらもまだランフランクを出さないでしょ。しかしね、僕は長い間の監督の経験から言ってもね、はい、これをやるとね、後でえらいことになるんですよね。私はまあそういうことを期待しながら言ってるんですけどもね、日本はこのセットを取ったら、次のセット断然に生き返ったになってくると思うんですね、はい。それでフルセットに何としても持ち込んでもらいたいですね。そうですね。さあ、13対10、日本3点リード、イタリアバック。ここでついにランクランコがコートに入る構えでメンバーチェンジ出てきました、ね、やっぱりね、そうですね、今の聞こえちゃったですかね。そうですね、ルチエッタに変わりました。でもね、3点リードしてますからね、はい、今度は日本はここでチケット2点締めてもらいたいですね、はい、そのランクランコのサーブ、杉本、パイクはあり、ワンタッチ、ワンタッチありました、ワンタッチありました、サーブ点を奪い返しました日本、得点は13対10、3点リードしています、第3セット。イタリア、センターからです。8番のデルイギ。ダンクランコがついにコートに入りました。ただし、今バックですからね、ランフランコは今前衛でブロックができません。はい。繰り返します、日本。はい、4番のベルトリ、イタリアのポイントゲッターです。
ここで誰に抜きイエローカード、あのキャプテン3番の御嶽ですね、御嶽でしょうかね、田中幹也でしょうか、はいはい、御嶽の方にイエローカードが出てるみたいですね、はい、あのトスを上げながらね、はい、あの決して相手を避難したりなんか喋ってるわけじゃないんですよ、だけど言葉が分かんないから ねなんか御嶽大きな口上げて喋るから、はい、なんか悪口言われてるように思うんでしょうね、あれきっとちょっとイエローカードが出ました、はい、ブロック割りブロックポイント見事、はい、日本ついに14点目、第3セットセットポイントを迎えました。ここでイタリアまたメンバーを変えます。8番のデルイギに代わりまして3番のダベットをコートに入れます。さあ日本セットポイントを迎えています。さあ日本チャンス、左から田中道也、はい、決まりました。第3セット日本逆転15対10。第1セット第2セットは取られた日本ですが、第3セットついにイタリアからセットをもぎ取りました。これでセットカウントは1対2、試合は第4セットに移ります。第1セットは15対5、第2セット15対11でイタリア、しかし第3セット15対10、日本が1セットを奪いました。3セット目 の10点過ぎでね、リードされた時には本当にもう断崖絶壁になりましたもんね、はい、しかしやっぱりあそこでね、もう中野監督が、今映ってますが中野監督がね、御嶽にセッターを変えた、古川を下げて御嶽を投入した、やっぱあれが、3セット目のやっぱ一つの勝因ですよね、大きな流れを変えましたね、はい、それとやっぱり最後になってね、今この3セット目の終わり頃になってね、いよいよこの田中幹也が燃え始めましたね、はい、この勢いが3セット目から4セット目へ今度流れが入ってもらいたい。イタリアにしてみるとね、イタリアの選手たちというのはラテン系の人というのはもう調子のいい時はワウワウ言いますけどね、おかしくなってくるとびっくりするぐらい人が変わりますからね、4セット目ものにしたらね、フルセットに持ち込んだら今度は逆に日本有利という線が出ますからね、はい、世紀の大逆転みたいなのやってもらいたいですね、そうですね、できますよこのムードだったら、はい、とにかく日本はオリンピックの出場権をかけたあのアジア選手権で韓国、中国をともにフルセットの末破ってのオリンピック出場権獲得でしたしね、特にねあの時東出さんね、中国にはね1セット取られ2セット取られ、今日と同じ状態ですよ ね、もう断崖絶壁完全に行きましたもんね、はい、それからの逆転もやってる、まあ、あの日本の男子バレーの歴史考えてみますとね、もう東京オリンピック以来ね逆転勝ちっていうのが非常に多いんですよね、はい、だからまああの逆転 その日本なんてよく言われたんですけどもね、そういう意味ではこの試合やっぱり何としてもそういう形に持ち込んでもらいたいですね、はい、さあいよいよ第4セットが始まります。画面は日本は日本のスターティングメンバーは3番の御嶽、そして田中、4番の三橋、杉本、河井、飛と入っております。セッター御嶽で第4セットスタートです。そうですね、御嶽の対角線にはもう大ベテランの大黒柱の田中幹也、はい、エースポジションはともかく杉本と、ね、杉本と祖父、はい、センターラインが三橋と河合と、はい、3セット目の最後を勝ったあのメンバーですね、はい、イタリアの方はイタリアの方ですが10番のダンクランコ来てますね、はい、入ってますね、はい、そして7番のエリキエロ、4番のベルトリはスタートに入っておりません。あドリブル、ベルトリが入ってます、はい、ドリブルで日本1点。日本が第4セット1点をまずリードしました。このセットもなかなか第3セットの後半に続きまして日本本来の動きがよくアウト、9番のブーロ、スパイクはアウト。そうですね、やっぱ3セット目からのムードが断然日本に来たような感じですね今ね、はい、イタリアの選手たちなんとなくおとなしくなってきましたよね。そうですね、ちょっとそのイタリアの覇気がそのおーっとっとっと珍しいミスやりましたね、やっぱりこうなるんですよね。日本連続3ポイント、たまらずイタリアのプランディ監督作戦タイムです。しかしイタリアとしてもあの第3セット後半のあのダンクランコと、ええ、
12番のルチアとあの交代が本当に大きいてますね。だからねこれは、まあ、率直に言えばね、監督のやっぱり思い違いですね。完全にね、はい、ブロックがでかいやつがブロックがいいって単純に思ってるね、ブランディ監督のやっぱこれは思い違いが日本には大きくなプラスになったし、ゲームの大きな、ね、分かれ道に今日のゲームになるかもしれませんよ。そうですね、日本がこれで逆転勝ちしたらね、さっきの瞬間がやっぱりイタリアの敗因ということになりますからね、はい、そうなってもらいたいですね。そうですね3対0日本が3点リードしています。第4セットイタリアレフトからベルトリ、日本これは果敢に追いましたが追い切れませんでした。三鷹です、ヒゲのベルトリ。やっぱりそこにはね、監督のね、ブランディ監督だけじゃない、選手も含めてね、はい、日本大したことねえやって気持ちが完全にありますよ、今ね。それ声つけ込める、その選手が生まれるんですよね。はい、1セット、一気に第4セットを奪ってもらいたいですね。そうそう、1、2セットね、やっぱりイタリアさんはね、やっぱり調子に乗りすぎましたからね、はい、その分だけね、負け始めた時の今度はね、お釣りが大きいですからね、はい、日本はチャンスがありますよ、まだまだ。はい、レバウデンゴ、そして速攻、はい、イタリア、これもあった、奪っています。さあ、杉本。杉本わずかにサイドラインを割りました。わずかにサイドラインを割りました、ノーマークだったんだけど、誰かが後ろの方でね、のブロックなしとかね、思い切ったって言えばよかったんですかね今、イタリアのブロック、ブロックポイントで2対3、イタリア1点差を追います。第4セット移動攻撃、杉本、これは決まりました。第1セット第2セットと取られた日本ですが、第3セットついに逆転、15対10でセットを取りまして、セットカウント1対2、第4セットに試合は入っています。はい、もう決まり、8番の田中美希康、はい、美希康、美希康元気でやってます。日本ポイント5対2。あ、ブロックが日本に何かたくさん出始めましたね。そうですね、面白いもんですよねバレーボールって。私ももう本当に40年以上バレーやってるけどね、バレーってのはこういうもんだってつくづく思いますよね。はい、これもう1回ブロック、今度は可愛いです。6対2、ここでイタリアメンバーを変えます。9番のブールを引き込めます。代わりに11番のベッキをコートに入れました。そうですね、11番190センチ25歳、若い19歳のブールに変えまして、経験豊かなベッキをコートに入れました。得点は6対2、日本が第4セット大きくリードしています。田中美希康フェイント、拾ったイタリア、レフトからベルトリ、そして日本はおっとパスが流れました。タッチネットがあった、パッティングセンターラインがあったんですね。パッティングセンターラインがありました、三宅にあった、祖父にあったようですね。イタリアが1点を返して3対6、田中美希康、今度は祖父ブロック、イタリア6番ですね、今のブロックしたのは、はい、セッターのレバウデンゴの方に当たったですね、はい、ご覧いただきましょう、中川でしょうね、外側ですね、ごめんなさい、今の外側でしたね、はい、はい、レバウデンゴからベルトリ、よくレシーブしました。しかしイタリアチャンス、押し込んだフェイント、ベルトリ、ベルトリの強烈なスパイクです。5対6、イタリア1点差に迫りました。今日のベルトリー第2セットの第3セットの決定率はなんと 70% という高い決定率です。作戦タイムです。やはりイタリアもあのベルトリの強打が出ますと、ね、今日はね、本当に今日のベルトリー、さっきから申し上げて本当に立派ですね、はい、これやっぱりベルトリーを何としてもね、どっかで封じてもらいたいですね。それが日本が今日は逆転勝ちをする最後の鍵になり、なりそうな感じですね。はい、そのベルトリの強打を止めることができますか日本。6対5、リードは1点です。逆にその前にね、田中美希が今ライトに回ってるんですけども、あ、
と、ああ3ポイントになりましたね、はい、ドリブルを取られました日本、サービスエースです。6対6第4セットイタリア追いつきました。一時は6対2と日本がリード、イタリア4ポイント連取で6対6、ついに同点に追いついています。10番のランフランコ、さあ繋いでいる日本、飛ぶレバウデンゴ、そしてベルトリスパイク、ワンタッチ取られましたね、ありました、はい、ワンタッチありました、はい、ボールは完全にエンドラインを割りましたがワンタッチがありました。まあなかったようなんですけども、はい、あったと取られましたよね、まあ、仕方ないですねこればかりはね。イタリアついに逆転、第4セット7対6 1点リードのイタリアです。サーバーは11番のベッキです。センターからブロック、一人時間差に疲れましたね、はい、一人時間差を読まれたって感じですね今のは。ダンフランコがよく読みました。三宅から田中美希安、止められました、これも止められました。ライトからの田中美希安が今ね、中川打ってますからね、はい、さあこの辺で全日本は思い切ってメンバーチェンジしてね、またあの攻め、いわゆる攻め方を変えるというか、普通にやってても人が変われば変わるわけですからね、はい、思い切ってメンバーチェンジをどんどんやってもらいたいところですね。ここは今度は田中のスパイクが決まりました。田中美希安、第3セットは 78% という高い決定率です。やっぱり3セットは、ね、今日はその田中、そしてソブがよく頑張っています日本。しかしその田中のサーブはエンドラインを割りました。9対6イタリアが逆転、3点のリードをつけています。サーバーはベルトリ、おっとサーブはネットに引っかかりました。イタリアのサービスミスにつけ込みたい日本。サーバーはさあ10番ランフランコです。ランフランコアウトですね、はい、今のは単に打った。日本ポイント7対9、河合のサーブが続きます。イタリア7番のエリキエロ、得点は9対7、イタリアが2点リードしています。ブロックです。今度は、ね、A クイックに、ね、イタリアのブロックがです、ね、A クイックに徹底的に来てますね今ね、はい、初めから来て今ご覧の通りで、ね、手が先にブロッカーの方が先に手が出たでしょ、だからこれやっぱり A クイックは今度はおとりにして、A クリックを取りにして他の攻撃に回さなきゃいけない時が来ましたね、はい、10対7 3点差を追います日本です。バレーボールというのは何でもそうですけどもね、今何がどんな攻撃でも全部止めちゃうなんていう選手はいませんでね、はい、やっぱり狙ってるわけですからね、A クリック止めようとか B 止めようとかオープン止めようとか、はい、その裏裏行きゃ全部抜けちゃうんでね、その辺の読み合戦なんですよねこれは、はい、日本ネットタッチがありました。サーブ権はイタリア、おっと、いえいえまだノーカウントです、はい、まだ主審の規制が吹かれておりません、はい、主審がブラジルのゴンザレスさんです。サーブのホイッスルが鳴る前にサービスをしてしまいました。田中美希安、そして杉本、おっとドリブルラッキーでしたね今、はい、助かった。この8番のデルイに、ね、今ミスが出たので助かりましたね、10番のね、もう本当にランフランコが今ものすごくいいレシーブやった。その後のバックトス、まともに前に上げればミスしなかったのバックトス上げようと思ったんでミスしたんですね。そうですね、はい取った、日本田中、はい、はい、攻撃です。あと2点、はい、このセット苦しくなりましたね、そういう頑張んなきゃね、ここ8対10、第1セット第2セットは取られましたが第3セット15対10で日本が取って第4セット、はい、押し込んだブロック杉本です。ご覧いただきましょう、今度は痛いブロック、はい、日本拾っています、ラッキーだ、チャンス、はい、痛い、
今のはよく決めた、決めたというよりも田中幹康のもうファインプレー、はい、田中幹康がもう実にうまいボールをトス上げた。10対10同点になりました。そこでイタリアメンバーを変えます。8番のデルイギに代わりまして12番のルチエッタ、長身のルチエッタを再びコートに出ました、ね、ルチエッタ君が入ってくれるとね、このルチエッタ君が入ってくれたら3セット目勝ったんですからね、はい、このセットもそうなってもらえない。おブロック4番の三橋です、はい、ルチエッタを止めたんです、ルチエッタが決まらないですね、はい、日本ポイント11対10。ここでイタリアプランディ監督作戦タイムです。ね、監督というのはね、東田さんね、そのいや自分がいいと思って使った選手が思う通りやらなかったと、それが原因でそのセットを落としたっていう時でもね、次のセットはきっとこの次がやってくれるだろうっていう気持ちっていうのは確かにあるんですよね、はい、だけど勝つためにはね、こういうメンバーチェンジは本当はいけないですね、やっぱりね、その気うまい下手じゃないんですよ、その日についてるついてないっていうのはみんなあるんですよ、人間っていうのはね。やっぱりこの12番のルチエッタは今日はあまりついてない選手ですが、日本にとってはお客さんですね。そうですね、はい、ここは一気に決めたい日本です、はい、アウト、スパイクはアウト、ね、イタリアスパイクはアウト、ルチエッタが入ると2本ミスが出ますもんね、こうやって、はい、ベッチのスパイクはアウトになりました。12対10、ここは一気に畳みかけたい日本です。12番のルチエッタ、10対7からよくここまで来ましたよね。全日本なんとしてもこのセット取ってほしいですね。はい、連続5本、はい、決まり、田中幹康です。そして1番は飛ぶ、ベルトリ、イタリアメンバーを変えます。11番のベッキに変えまして、そうですね、8番のデルイギをコートに入れます。12番のルチエッタが外に出てきたわけですからね、はい、12番のルチエッタはやっぱりバックへ回ると出されるんですね、ということはあのレシーブがうまくないということなんですけど、サーブ権はイタリア、おっと、いやいや、まだノーカウントです、はい、まだ主審の保育制が吹かれておりません、はい、主審がブラジルのゴンザレスさんです。サーブのホイッスルが鳴る前にサービスをしてしまいました。田中幹康、そして杉本、おっとラッキーでしたね、今助かった、はい、この8番のデルイジ、ね、今ミスが出たので助かりましたね、10番のね、もう本当にランフランコが今ものすごくいいレシーブやった、その後のバックトス、まともに前に上げればミスしなかったのバックトス上げようと思ったんでミスしたんですね。そうですね、はい、取った、日本田中、はい、マイカー撃です、あと2点、はい、このセット苦しくなりましたね、そういう頑張んなきゃね、ここ8対10、第1セット第2セットは取られましたが第3セット15対10で日本が取って第4セット、はい、押し込んだ、ブロック、杉本です。ご覧いただきましょう、監督が一緒にブロック、はい、日本拾っています、ラッキーだ、チャンス、はい、三橋、今のはよく決めた、決めたというよりも田中幹康のもうファインプレー、はい、田中幹康がもう実にうまいボールを落とし上げた。10対10同点になりました。ここでイタリアメンバーを変えます。8番のデルイギに代わりまして12番のルチエッタ、長身のルチエッタを再びコートに出ました。ルチエッタ君が入ってくれるとね、このルチエッタ君が入ってくれたら3セット目勝ったんですからね、はい、このセットもそうなってもらえない、おっブロック、4番の三橋です、はい、ルチエッタを止めたんです、ルチエッタが決まらないですね、はい、日本ポイント11対10、ここでイタリアプランディ監督作戦タイムです。ね、監督というのはね、東田さんね、そのいや自分がいいと思って使った選手が思う通りやらなかったと、それが原因でそのセットを落としたっていう時でもね、次のセットはとこの次がやってくれるだろうっていう気持ちってのは確かにあるんですよね、はい、だけど勝つためにはね、こういうメンバーチェンジは本当はいけないですね、やっぱりね、その気うまい下手じゃないんですよ、その日についてるついてないってのはみんなあるんですよ、人間ってのはね。やっぱりこの12番のルチエッタは
今日はあまりついてない選手ですが、日本にとってはお客さんですね。そうですね、はい、ここは一気に決めたい日本です。はい、アウト、スパイクはアウト、ね、イタリアスパイクはアウト。ルチエッタが入ると2本ミスが出ますもんね、こうやって、はい、ベッキのスパイクはアウトになりました。12対10、ここは一気に畳みかけたい日本です。12番のルチエッタ、しかし10対7からよくここまで来ましたよね。全日本、ね、何としてもこのセット取ってほしいですね。はい、連続5本、はい、決まります。田中光康です。そして1番は飛ぶ、ベルトリ、イタリアメンバーを変えます。11番のベッキに変えまして、そうですね、8番のデルイギをコートに入れます。12番のルチェッタが外に出てきたわけですからね、はい、12番のルチェッタはやっぱりバックへ回ると出されるんですね、ということはあのレシーブが上手くないってことなんですけど、ブロックがね、そんなにいいと思わないんだけれども、やっぱ監督ってのはいろいろな見方があるんですね。はい、ちゃんとパスが流れました、はい、ブロックしました日本、サイドアウト。スロービデオです。川井が止めました。サーバーは杉本、イタリアベルトリ、あーやった、ベルトリをポイント、はい、川井連続ブロック、ベルトリ捕まえましたね、ベルトリを捕まえました。13対10、今日の一番のアタリアのベルトリを捕まえたこの一発入ってますよ。13対10、フェイント、はい、決まり、オーバータイムです、はい、ネットを変えませんでした。あ、日本ポイント14対10、イタリア再びメンバーチェンジです。ダンクランコに変えまして、3番のラメットをコートに入れます。189cm、 25歳のラメット、ダンクランコがベンチに下がりました。14対10、日本セットポイントを迎えました。サーバーは杉本、イタリアベルトリ、クロスパイク決まりました。インナーへのクロスパイク、10対7と3点リードされていた日本ですが、その後連続7ポイントを上げまして14対10。1番のストブ、フェイント、イタリアベルトリ、ブロック、またカワイ、カワイのブロックです。カワイがやりますね、はい、まあ日体の学生、本当にね、全日本のその選手として学生選手が大学選手が勝って活躍してくるのは嬉しいですね。はい、2回目のセットポイントを迎えています日本。3番のダメットです。14対10、日本セットポイントを迎えていますが、イタリア粘ります。ハワイ、イタリアバックアタック、ベルトリー、ネットを越えません、サイドアウトです。日本3回目のセットポイントです。さあこのセットを取ったらね、5セット、はい、いよいよフルセットでしょ。あの 1,2 セット取られた段階でね、フルセットに持ち込まれるなんて、もう持ち込めるなんてとっても思えないような方、不安が大勢おられてると思うんですけどね、はい、頑張れってのはね、こういうもんですね。頑張れば頑張るだけね、ちゃんと結果出てきますね、はい、あのもう1点取って何としてもフルセットで持ち込みたいですね。サーブはアウトになりました、河合です。これでね、光さんね、フルセットに持ち込んだらね、1,2 セットを取っただけ、もうイタリアも今日は完全に勝ったと思ってただけにね、はい、ショックはイタリアの方に大きい、ね、日本は儲けたって気持ちですからね、はい、さあ日本サーブ、はい、三橋が決めてサーブ権を奪い返しました。日本4回目のセットポイントです。はい、取った、やっています。さあ日本チャンス、杉本、はい、決まった、日本第4セットも取りました。15対10、第3セットに続き日本第4セットも取りました。ついにこれでセットカウント2対2、試合は第7セットにもつれ込みました。
日本3、4セット連続して取りましたね。ねやっぱりね、まあ、それこそ予想したなんて言いませんよ。もう本当に願ってたって言いますけどね、はい、1、2セット取られた時15対5で取られ、はい、15対11で取られ、今日はもうねイタリアにもうやられ放題やられっぱなしって感じでね、これはもうストレートでコテンパンかなって私も正直ちょっと思いましたよ、だけどやっぱ3セット目のね出足で頑張り始めたでしょ。あそこからねムードが変わってきましたよね。特にあの3セット目の後半であのランフランコ、あれに変えた、ランフランコをベンチに下げて12番のルチェッタを出した、あそこのねこのまあ言ってみればイタリアのねちょっとしたこのなめと言いましょうかね、日本に対する思い上がりみたいな部分があった、それをすかさずつけ込んだ日本というのはねやっぱり今日はやるぞって気持ちが出てきましたね今、はい、ご覧のように 1,2 セットはイタリア、そして 3,4 セットは日本が取りまして、セットカウント2対2、ついに試合はファイナルセットにもつれ込みました。両チームの選手が再びコートに姿を現しました。5分間の休憩が終わっていよいよファイナルセットに入ります。赤いユニフォームの日本、白いユニフォームのカナダ、両チームのイタリア両チームのスターティングメンバー6人がエンドライン上に並びました。ね、なんとしてもね東田さんね、ここでもってそのもう奇跡的な逆転をね願いたいですね、はい、そうですね、そしてそのメンバーを見てみますと日本はこのファイナルセットも御嶽で、そうしますね、はい、セッターが御嶽、その体格がもちろん田中幹也、はい、そしてエース体格が杉本と祖父、はい、センタープレーヤーとしてセンターが河合と三橋と、はいはい、4セット目勝ったのメンバーですね、はい、あれでスタートですね。ブラジルのヌーズマン会長が私のそばへ来てね、頑張れって合図してくれまして、はい、新版がブラジルですね、それは。そうですね、今日の主審はブラジルのゴンザレスさん、そして副審はチュニジアのスリマネさんです。そういえばイタリアの方はメンバーはイタリアは1番のネグリを入れております。そうですね、3番のダメット、そして11番のベッキー、4番のベルトリ、10番のランフランコ、そして6番のネバオデンゴと入っています。ファイナルセットが始まりました。御嶽、そして三橋レシーブしているイタリア、御嶽からもう一回三橋フェイントなりました、はい、さあ東さんね、7番、7番つまりエースどうして入ってないんですかね、イタリアね、エルキエロが入っておりません、これはまた私にとってわからないところ、これがまたつけ込むチャンスになるかもしれませんね、はい、はい、やった8番田中美希です、6ポイント、まず1点をリードしました日本、これはね日本にとってはね7番の、ね、エルキエロがいないってことはね、はい、出足がやりやすいですよ、これは逆転するかもしれませんね日本は、はい、もしかしたらイタリアはエルキエロに代わりまして29歳のベテランネグリをコートに入れております。レバウデンゴ、そしてセンターから3番のダメットです。切り返しました。ホールディングしたかったですね、はい、ホールディング取っても文句がないところだったので仕方ないですね今のは。サーブ権はイタリア、三橋、御嶽、そして杉本、決まりました。あ、この辺でもってね和製ブルースリー、はい、もう進化してもらいたいですね。そうですね、はい、左い思い切ったスパイクを打ちました杉本、その杉本のサーブ、サーブレシーブが乱れているイタリア、はい、御嶽、そして田中道康を押し込んだ、イタリア拾っています、バックアタック、ランフランコ、ワンタッチを狙ったですね、ワンタッチされましたね。今日ブロックで活躍している12番の河合、日本もサーブレシーブが乱れています。しかし飛ぶ、よく打った、まあ、ノーマークとは言いながらもね、はい、よく打ちました今ソブ、ああいうのが決まりましたね、はい、これブロックが来るかなと思ったらほとんど中ノーマークでしょ、まあセンターがいなかったと言いながら思い切って打ったのは良かったですね、はい、イタリアもセンターから切り返します。ランクランコ、188センチ、28歳のランクランコです。御嶽、そして河合、高いところから、はい、ジャンプ力があります。河合が本当によくやってくれてますね、はい、もうオリンピックに入って初めてのオリンピックでこの若い河合がどのぐらいかなと思ったんですが文句なしに頑張ってくれてます、はい、いいトッパー、ナイストッパー、三橋いいリバウンド、
今度は勝負、うん、4回、はい、4回数えられましたね。今のはオーバータイムス、これは審判の判定仕方ありません。ブラジルのゴンザレスさん、オーバータイムスを取りました。得点は1対0、日本が1点リードしています。フェイントを見せました。8ネットあり、はい、あラッキー、ついてありました、つきましたね。今完全にミスしたんですけどもね、スパイクは8ネットがあったんですね。はい、得点は1対0、第4セット日本が1点リード。この人がセッターの御嶽です。ダンクランコ拾っています。さあ押し合い、あーオーバーネットを取られました日本です。なんかこの点数は動かないんだけども、ちょっと行き詰まる今この場面です ね、 そうですね。両チームともね、もう最後のセットですからね、はい、一発一発が大事なところですからね。はい、今度は決まりました。息のいいの三橋は思い切りがいいですね、はい、サイドアウトが続きます。1対0から得点が動きません。三嶽が下がって前衛には田中幹康が上がっている日本。押し込んだ、ダメットです。今のは当たり損なったんですよね、はい、当たり損ないだけにちょっとこれほら、手の先っぽに当たっただけだから日本としてはちょっと予測がつかなかったですね。はい、9番の杉本決まりました。杉本でよかった、ライトは今杉本じゃなかったら、あのボールはね打ちにくいところですよ。ブロックがもう完全に揃っただけにね、はい、サウスポーだけによかったですね。クロスへ行った、いっぱいになりましたね体育館、はい、1万2000円ぐらいですかね。そうですね、今日の第3試合の日本対イタリア、その後アメリカの試合が行われますロングビーチアリーナ、半周は1万2000近く入りまして満員になりました。ロングビーチアリーナ、杉本です。杉本に当たりが出てきましたね、はい、サイドアウトが続きます。得点は全く動きません。1対0日本リード。杉本は第4セット 50% という決定率を上げています。僕がつこうかどうしますかって今河合がね、冷静に祖父に相談してますね今、はい、さあ祖父イタリアベルトリブラックアウトです。あれを第4セットは止めて日本に取りました。そうですかね、はい、まあ、しかしあの河合はその感覚は身につけたはずですからね、1対1同点です。繰り返します。河合、はい、シークイック、河合のクイックです。試合はファイナルセットに入りました。日本対イタリア、押し込みました。ああいうね、そのね、もう本当にボールをもう持ってんじゃないかと思われるぐらいで、これだからそうでしょう、ほら、ボールをつまみ込んだんですね。今よくわかりましたね、はい、つまみ込んだのが、はい、ああいうプレーがイタリア多いんですよね、はい、杉本イタリアも拾っています。ベルトリ、三橋、そしてソブ、はい、よく決めた、よく打ったソブが、ソブ、そして杉本がね、非常にね、やっぱり最後になってきて頑張ってきましたね、はい、いい当たりです。あれもつまみ込みだ、今これイタリアの流行なんでしょうね、おそらくね、はい、得点は1対1ファイナルセット、杉本バックアタック、これはネットに引っかかりました。イタリアポイント2対1です。第1セット第2セットは取られましたが、第3セット第4セットと取り返しました日本。セットカウント2対2でファイナルセットに入っています。目の覚めるようなスパイクですね、クイックですね、今の三橋は、はい、サーバーは飛ぶ、ベルトリ、レバウデンゴ、そしてネグリ、拾っている日本、センターから見つかった、やった、決まりました、はい、いいとつ上げた、田中幹康が頑張った、田中幹康がね、つなぎのプレー頑張りましたね、河合がね、はい、幹康の肩叩きましたよ、先輩、ナイスパスって言ったんですよね、はい、三橋が見事なセンター攻撃です、
その前のお膳立てが見事だったですね。これで2対2ですね、はい、今ねイタリアはエースの、ね、7番のエリチエロ、まあ、僕らは、ね、どういうふうに思うかこの別ですけども、ともかくこの7番を外してるっていうところはね、我々にとっては一つのチャンスですからね。そうですね、これでもって前半をなんとか 2,3 点リードして、はい、これ最終セットというのは8点でコートチェンジがあるわけですから、 そうですね、その段階で 2,3 点リードしてたら、はい、逆転するかもしれませんよね、はい、今日の試合逆転で勝つかもしれません、はい、2対2同点です。うーん、杉本フラッタイでイタリアファインプレー、三橋押し込んだ、三橋が押し込みました。ガッツポーズを見せます三崎、4番の三橋です。サーブ権を取りました日本、ファイナルセット序盤イタリアを引き離したい日本、イタリアベルトリです。得点は2対2、すごい音がしましたね。ただ1回打ちました、ミキアス音のするスパイク打ってくれましたね、はい、すぐサーブ権を奪い返した日本、レバウデンゴ、そしてイタリア押し込んだ、田中ミキアス、はい、決まった、アウトです、はい、決まり、決まった、よくばミキアス打ったんですよ。今のはね、もうね、はい、ブロックした後腰砕けになったんですよ、そこへねまたね御嶽がもう上げるところないもんだからしょうがないから、ま、御嶽がまたミキアス上げた、はい、よくストレート打ちましたね、はい、日本3対2、11番のベッキです。田中美希也、はい、スロービデオです。ああ、きれいって言ってますね、はい、先制時代のコースですよね、一番いい時の田中美希也のコースです今、はい、1点リードしている日本、イタリアベルトリ、よくレシーブした、ダイレクト、アウト、これはアウト、アウト、アウトです、アウトです、これはラッキーです。4対2でしょう。そうですね、4対2です。日本ポイント4対2です。ベルトリさあやった、かわいいです、かわいいがさっきのやつ、はい、4セット目の終わりと同じコース、ベルトリを止めました、はい、5対2、ここでイタリアメンバーを変えます、ベッキに変えまして9番のブーロをコートに入れます。再び19歳のブーロをコートに入れました。ああ、河合が今もう一番のあたりやのね、はい、ベルトリを止めた、この辺がゲームの一つの大きな鍵になりますね、もう、はい、長いターンブロー、そう、御嶽飛ぶ、あ、ごめんなさい、飛ぶ、はい、うーん、サブのブロックポイントが出ました、6対2、4点差になりました。サブが見事なブロックです。そうですね、一人ですよ、はい、ね、トブが一人で止めた、ライトからもそのレフトからの攻撃をまた河合が一人で止めた、この辺は大きいですね、はい、これでね、友が聞けたが1セット目15対5でやられた、もうあの時の1セット目なんてのは5点差になりましたよね、そして2セット目の15対11、まあそれからここまで持ってくるっていうのは随分いろんなことがあったけど、 そうですね、そのいろんなことがあっただけにね、はい、この試合だけは勝たしたいですね、はい、作戦タイムが解けて試合再開です。6対2、日本が4点リード、ブロックでたちまち4点の差をつけました日本、イタリアダメット、ベンチでね、イタリアのエースのね、エリチケロね、はい、もう一番左の端に座ってるんですよ、さっきからユニフォームを脱いだり着たり脱いだり着たりしてね、俺は出なくていいんだろうかと、はい、なぜ俺を使わないのかっていうジェスチャーをさっきから盛んにしてるんです、はい、だけれども監督ね、トランディ監督さんね、全然動かないですね、はい、なんかありますね、この2人の関係にね、あ、そうですね、ちょっとサーブレシーブが乱れました、飛ぶ、イタリア拾っています、ライトからブーロ、日本は飛ぶ、ブロック、イタリア、うん、9番のブーロです。そう、いいタイム、ここはタイム取ってる、はい、そう、その通り、ここで日本作戦タイムです。
6対3とリードしていた日本、イタリアに1点を取られたところですぐ作戦タイムを取りました。やっぱりバレーボールというのは流れがありますからね、はい、その流れ、この中野監督が今日はねやっぱり先手先手とねセッターを取り替えるのもね作戦タイムを取るのもいい線でね、やっぱり中野監督言ってますね、はいはい、スタンドからは日照旗も振られます。日本からのツアーの応援団もやってきています。ロングビーチアリーナ、日本対イタリア、試合はファイナルセットに入っています。1番のソブ、あやっぱりタイムを取った効果出ましたね、はいはい、あれがねあのまま続いたら今だってねやっぱオープンですからね、またバーンとブロックですからね、中野監督の作戦タイムが効いてきます。はい、イタリアベルトリセンターに回り込んでフェイント、レフトからセンターに移動してきました。そしてふわっとしたボールを日本のコートに落としましたベルトリです。日本のコートに汗が飛び散ります。戦況を見つめる中野監督、6対4差は2点です。日本リード、一人時間差、河合拾っているイタリア、バックアタック日本ブロック、はい、河合でしたね、はい、今のはフェイントで失敗した分を、ね、ブロックでこのカバーしましたね、河合のブロックでサーブ権を取りました日本、6対4差は2点、ここで一気に差を広げたい日本です。第1戦は中国を3対0で破りました日本、第2戦のイタリア戦、ベルトリのスパイクです。ブロック狙っています日本、もう1回サブ、ブロックポイントイタリアです、うん、まあ、しかし今のはしょうがないですね、あの場合はもうねやっぱりそこは思い切って打っていいでしょう、1か8かで、はい、真ん中に上がってしまったからしょうがないですね。イタリアポイント5対6、三橋フェイント、イタリア拾ったつないでいます、ベルトリー、しかしこれはネットを越えません、はい、ラッキーでしたね。得点は6対5、日本が1点リードしています。最終セット、レバウデンゴからダンクランコ決まりました。そのダンクランコがサーバーで後ろに下がります。前衛には3番のダメットが上がってきました。田中美希康、三橋、そして杉本、イタリアブロックです、うん、ちょっと単調になってきましたね今日本の攻撃はね、はい、イタリア連続3ポイント6対6、再びイタリア同点に追いつきました。4番の三橋です。ベンチの方はね中野監督、南コーチ、大久保コーチの方はね今古川も準備してますね、はい、中盤でもって三宅に変えて古川もでも使えるような状態、これやっぱりねあの変化をつける意味ではね中盤で変えてまた最後にもう一回今度は三宅で締めると、はい、こういう使い方ももちろんありますからね、イタリアネグリです。サーブレシーブが乱れています。日本、田中美希康、サイクはアウトです。はい、ネットタッチがありました、はい、ラッキー、イタリアにネットタッチがありました、はい、ラッキーでしたね。まあ、あのイタリアの方の攻撃にもね、あのスパイクのすっぽ抜けで決まったのもあるんですからお互い様ですよね、はいはい、速攻よく拾いました三宅、そして河合がセンターから、これはワンタッチはありません、狙ったんですけどね、6対6同点、サーブ権はイタリアに移りました。三宅、そして杉本、イタリアベルトリ、はい、決まったブロック決まり、はい、はい、河合のブロック決まりですね、まあ、相手が慌てたこともありますけれどもこの後ですけどブロックに入ったボールですけれども、はい、ちょうどね日本が1セット目ねこれやったんですよ、これをやるとね今みたいな緩いボールをどじるとね、はい、足が止まってくるんですよイタリアの方はね、はい、おーやった、
そうなんですよね。さっき、さっきのね、あの緩いボールのミスがね、イタリアのね心理をね、うんと揺さぶってますね。はい、もう2時間以上になりましたか、はい、試合が始まってから。試合が始まってから2時間が経ちました、ね、試合は最終セットに入っています。もう7対6、日本がリード。アウト。足がね止まりましたね、イタリアの方は。今チャンスですね、はいはい、日本8対6、ここでサイドチェンジです。8対6、2点差をつけてサイドチェンジになりました日本。松平さんのおっしゃるように、はい、2点リードで、そう、はい、コートを変えましたね。これで一番いい状態になってきましたよね、はい、これあんまりリードしてるとね、今度はね、あ、勝てるなと思いますしね、はい、まあ、この辺が一番いいところでしょうね。まあ、しかしともかくせっかくね、もう 1,2 セット取られてからここまで頑張ってきただけに、選手たちともかく勝たせてやりたいですね、はい、今イタリアがね、さっきのブロックカバーをどじった、足が止まった、ここで一気にね、全日本の方はもうね、動き回って走り回ってね、ムードを盛り上げるべき。今三木安がそういう指示しましたね、はい、コートの中を全員でバーッと今走りましたね。それがいいんです。第1セット第2セットイタリア、第3セット第4セット日本、試合はファイナルセット8対6日本リードです。はい、やったー、決まり、ハワイのブロックが出ました。やっぱりブロックポイント9対6、やりますね、かわいい。第1戦の中国戦でも8本のブロックを決めました。今日も3セット4セット3、やった、3ポイント、マウポイントとブロック、はい、どっちにします、あれはかわいいのブロックでしょうね、はいはい、10対6日本リード、イタリアたまらず作戦タイムです。アジア選手権の中国戦でもそうでした、逆転するときは必ず河合のブロックが絡んできますね、うん、それとね、河合のブロックと逆転するときには河合のブロックと御嶽のトス、はい、なんかつきもんですね、これはね、そうですね、今御嶽がトスを上げてます、はい、それにしてもイタリアね、7番どうしたんですかね、はい、7番のエルキエロが出てきません。エルキエロは今ベンチにもいないですよね、はい、あ、いますいます、シャツを、ね、上から羽織ってるだけなんですが ね、 そうですね、いつでも出られる状態でエルキエロはいるんだけれども、監督全然そっぽ向いてますね。そうですね、この辺がしかし日本にとっては助かりますね、あ、大きいですよやっぱりね、はい、さあ試合が再開されました。イタリアベルトリ、日本ブロック、ブロックはアウトです。得点は10対6、日本が4点リードしています。第1戦中国をストレートで破りました。この第2戦イタリアにも勝って決勝トーナメント準決勝進出を濃厚にしたい日本です。田中美希康です。日本勝利まであと5点です。10対6、慌てないで、ここは慌てないで、はい、飛ぶ、ワンタッチはなし、残念ながらなし、はい、ワンタッチはありません。スパイクアウトになりました。まあサイドアウトですからね、これはすぐ取り返してもらいたいですね、はい、サーバーはブーロイタリア、ブラックです。ダンクランコ、7対10になりました。田中美希康、御嶽、おっとコンビが乱れました。誰も打ちません、サイン違いでしたね。8対10、はい、ベンチ動くでしょう、当然全日本のベンチ動くはずですね、はい、ここでもって次の手を中野監督が今いろいろ考えてます、はい、8対10になりました。かわいい、ちょっとイタリアも乱れています。左から飛ぶ、スパイクはアウト、スパイクはアウトです。スパイクアウトが続きます。9対10、日本1点差に追い上げられました。中野監督作戦タイムです。やはりバレーボールというのはちょっとしたミスが連続得点に下がりますね。そうその通りですよね、まあ、これからのあと本当にわずかに5点か6点のトリックですけどね、はい、そういう意味ではこれからの一発二発が、勝負を分けますからね、はい、それにしてもね、中野監督やっぱり同点で足らなくてね、10対9、1点まだ日本がリードしているところでタイムを取った、はい、これで随分違うんですよね、10対9、1点リードの日本です。ファイナルセット、イタリアを破って2勝目を挙げたい日本。
田中道康、御嶽河合、つないでいるイタリア、イタリアベルトリ、日本ブロック下っています。イタリアもう1回4番のベルトリフェイント、下っている日本、三橋、そして河合、決まりました。はい、よく決まった。何だって決まればいいんですけどもね、はい、今のはもう本当にもう押し込んだって感じで、河合が気持ちで、そうですね、河合の執念、はい、河合が見事に押し込みました、はい、10対9日本リード。さあここで差を広げたい日本、勝利まであと5点です。ツーで返しました、イタリアのセッターレバウデンゴ。トスを上げると見せかけて、はい、特にあのクイックの選手がおとりになっているのが効いているのが分かりましたね、今のフローではね、はい、イタリアネグリ、強烈なスパイクです。10対10、同点に追いつきましたイタリアです。さあいよいよ勝負はあと5点になりました、はい、本当に度胸がいい、はい、思い切って打ったね、今のは三橋というのはね、ひょうひょうとしてますけどね、はい、度胸はいいですね、この男は、ね、さあ10点過ぎての勝負になりました。10対10の同点です。ファイナルセット、日本対イタリア、フェイント、ランフランコ、三橋、そして杉本、イタリアラストボールを、さあ日本チャンスです。速攻、はい、決まりました。三橋のクイックが決まりました。そうですね、三木安がいいボール返しました。ごめんなさい、田中三木安がね、三嶽に高いけれどもね、いいテンポのボールを返した、はい、あれがクイックを使いやすくしましたね。11対10日本リード。イタリアメンバーを変えます。ランフランコを下げて、8番のデルイギをコートに入れました、やってくれましたね、はい、ランフランコを下げてくれましたね、これまた、はい、これがまたね、日本の突きですよね、はい、3セット目なんかもう完全にこれで日本行ったんですからね。そうですね、サーバーは飛ぶ、ブーロ、レバウデンゴ、そしてネグリ、日本ブロックなっているイタリア、もう1回ネグリ、日本よくレシーブ、ファインプレー、おーっと、しかしネットタッチがありました。4番の三橋です。あー、ファイト旺盛にこうね、行ったんですがね、得点は11対10、大接戦ですが、両チームこのセットは2回とも作戦タイムをすでに消化しております。タイムは両チームともこの後はもう取れません。はい、よく動いた杉本です。杉本がライトからレフトへね、はい、どん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 走ってって、ご覧ください、これ、はい、向こうへライトからレフトへ回り込んだですね、よく動いた杉本が、はい、イタリアネグリ、イタリアの杉本ですがね、この日ダースハウスボー、はいはい、やりますね、この男も一番のベテランですかね、この人は。そうですね、76年のモントリオールオリンピックからイタリアのナショナルチームのメンバーに入っています。こちら日本のベテラン田中、アウト、めぐりのブロックはアウトです、はい、いいストレート打ったですね、田中の方が勝りました、はい、11対10、勝利まであと4点です。日本、めぐりセンターからです。イタリアやりますね、イタリアも勝利まであと4点です。差は1点、日本リード。三嶽、そして田中道康、決まりました。全力で打ちましたね、道康、全力で打ったですね、今のスパイクは、はい、三嶽がいい顔してますね。そうですね、必死の顔ですね、はい、ベテラン三嶽がこの今日の試合の流れを変えました。イタリアダメットです。サイドアウトが続きます。11対10から得点が動きません。ここで日本がイタリアを突き放すか、イタリアが追いつくか、大事な勝負の分かれ目になっています。田中道康、イタリアベルトリ、イタリアベルトリです。11対11、イタリア再び同点に追いつきました。イタリアが予選リーグ3勝目を挙げるか、
そして日本がイタリアを破って2勝目を挙げました。8番の田中美希康です。はい、ライトギリギリいっぱいでしたね。はい、これこの線でしたね。カメラからご覧いただきましょう。はい、よく見えましょう。一定ちょっと切れました画面の右の、はい、もう本当にねアウトかセーフかいっぱいのところでしたね。はい、11対11大接戦になりました。日本対イタリア、田中美希康、三宅ブロック、イタリアベルーギです。12対11イタリアついにリード。イタリア、イタリアという声援が館内から飛びます。日本飛ぶ、レバウデンゴ、ベルトリス、止めた、日本ブロック、可愛いですね。はい、ブロックが出ました。日本サーブ権を奪い返しました。1点差を追います。ちょっとサーブが弱かった、前へ落とそうと思った分だけね。はい、はい、サーブ権はイタリアです。イタリアが1点リード、12対11ファイナルセット。水橋ワンタッチあり、はい、うん、おホールディングですからね。ホールディングを取りましたね、はい、イタリアポイント13対11。日本サブ差は2点です。日本がこの試合を落としますと決勝トーナメント準決勝進出が苦しくなります。第1、第2セットは取られましたが、3、4セットと取り返して2対2、試合はファイナルセット、イタリアです。イタリアが徹底的にあの A クイック来てますね、今ね。はい、11対13、2点差を追います、日本。あ、日本、全日本の選手、思い切ってやってもらいたいですね、ここね。はい、はい、杉本、スパイクはアウトです。スパイクはアウトです。14対11、ついにイタリアマッチポイントを迎えました。日本も後がありません。田中美希康、杉本拾っている。日本もう一回、杉本押し込んだ。イタリア、おイタリアオーバーネット、イタリアオーバーネット。そうそう、まだまだチャンスありますよ。まだここへ来てのね3点っていうのはね、あと1点取って14、12になればまだまだねチャンスが出てきますからね、頑張ってほしいですね、はい、サーブレシーブが乱れた。しかし2で返しました。セッターのレバウデンゴ落ち着いています。セッターのレバウデンゴ、14対11、2回目のマッチポイント。イタリア飛ぶ、三宅、田中美希康、拾った、イタリア拾った、好レシーブ、めぐり、どうか、アウト、アウト、アウト、クロススパイクはアウト。そうですね、わずかにアウトでしたね。よかったですね、日本命拾いをしました。あ、ここからね全日本が巻き返していくチャンスが生まれるかもしれませんよ。はい、14対11、日本粘ります。おー、はい、イタリアになりました。杉本、イタリアブロックです。ご覧いただきましょう、イタリアの高い壁。それからね、ちょっとね打つ位置が中側すぎましたよね。はい、イタリア4回目のマッチポイント。田中美希康、決まりました。思い切って打ったですね。はい、渾身の力ですね、これは。14対11、3点差を追います日本。ベルトリ、はい、河合が見事なプレーを見せました。日本ポイント12対14。そうですね、あ、ね、もう一生懸命粘ればなんとかなりますからね。はい、ジュースまであと2点です。12対14、なんとかあと2点、日本です。12対14、当然ここではもう相手のベルトリ、間違いなくもう4番のベルトリ行くんでしょうからね。はい、そのベルトリ取った、拾った、押し込んだ、また拾った、
飛ぶ、はい決まり、ブロックはアウト、ブロックはアウト、13対14、あと1点です。もうね、4番のベルトリンに来ることは間違いないですからね、はい、ベルトリンのところにビタッと全部来てていいですね、ブロックがね、はい、イタリアメンバーを変えます。3番のダメットに変えまして12番のルチエッタをコートに入れました。うん、ルチエッタね、はい、これ入ってくれるといいんですよ日本は ね、 そうですね、はい、13対14日本あと1点、アウト、アウト、速攻はアウトです。ルチエッタですよ、やっぱり変わったルチエッタ、ね、この変わったルチエッタいつもやってくれる、はい、14対14、ついに日本ジュースになりました。今、はい、王子の顔がちょっと浮かびましたね、あのブルガリア戦ミュンヘンを目指してるでしょうね、あいつは、はい、拾ったイタリア、今度は9番のブーロ、取った取った取った、よく拾っています日本、ルチエッタ、わずかに入り、ギリギリ1回のところに入りました。ここで再びイタリアメンバーを変えます。ルチエッタに変えまして3番のダメットをコートに戻しました。そうですね、イタリー、イタリー、盛んに声援が飛びます。そうですね、バックへ来ましたからね、ドンブリチアリーナ、はい、はい、日本の方も後ろの方で、私の放送席の後ろの方は日本の応援団ですね、はい、14対14、ファイナルセットデュースにも連れ込みました。河田右サイド、イタリア左サイド、日本、三橋、三竹、田中道康、もう一回田中道康、はい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 、決まりました。そうです、はい、ブロックに当たったボール、ね、イタリアのブロックに当たったボールがアンテナに当たりました。したがって日本のスパイクが決定です。ここで日本メンバーを変えます。はい、思い切ってやりましたね、はい、中野監督、岩田をコートに入れました、思い切った、はい、前衛に岩田、はい、でセッターが古川、はい、三竹に変えてというよりも、ね、バックに古川を入れました、はい、レシーブに古川、セッター古川です今は、はい、三竹と下がって、あと1点、岩田と古川が入りました。あ、やった、やりました日本、ね、15対14、あ、もう1点、はい、当たりましたね、日本ついにリード、岩田を入れたのが当たりました、はい、日本ついにリード15対14、イタリアもメンバーを変えます。4番のベルトリーを下げました、あ、下げましたね、7番のエンジェルを入れました。そうですね、はい、田中道康のサーブ、うわ、ブロックポイント、やった、やった、かわいい、やった、やった、かわいいのブロックポイント、日本勝ちました、日本勝ちました、16対14、ファイナルセット、デュースの末日本が勝ちました。喜ぶ中野監督、田中道康に抱きつきます、田中道康に抱きつきます、選手に抱きつきます、監督がコート上喜びをいっぱいに表します。日本の選手たちです。ドンブリーチアリーナ、日本対イタリアはフルセット、3対2、しかもデュースの末日本がイタリアを破りました。これで日本は予選リーグ B グループ、中国に続いてイタリアにも勝って2戦全勝です。松平さん、はい、これで決勝トーナメント準決勝進出は、そうですね、まず間違いないようになりましたね。それにしてもね、今日1セット取られ2セット取られたあの断崖絶壁からね、よくまあ挽回、大逆転、奇跡の逆転やってくれましたね、はい、中野監督もう本当にね、よくやりました。監督がまず今日は大ファインプレーをやりましたよ、はい、最後のメンバーチェンジなんかはね、監督の勝利ですよね。そうですね、はい、フルセットの末日本がイタリアを破りました。イタリアに素晴らしい歓声ね、よく戦ったイタリア、はい、当然です、はい、これでイタリアはカナダ、中国に勝ちましたが日本に敗れて2勝1敗になりました。日本はこの後エジプト戦、カナダ戦を残していますが、これで準決勝、決勝トーナメント進出が非常に濃厚になってきました。あとエジプト、そしてカナダと連覇してもらいたいですね。そうですね、一緒になって皆さんとね、応援したいですね、はい、はい、松平康隆さんの解説でご覧ください。